次はね、小学生の女の子連れてきちゃいました。続いての企画は、のっちは木村咲也ちゃんとゲームがしたい。やったー木村咲也ちゃんということなんですけど、咲也ちゃんは、Perfumeのレッドミーノーのミュージックビデオで私役をしてたあの小さい女の子です。あの時は本当は髪の毛長いんだけど、ノッチに合わせて髪の毛切ってきましたって言ってて、あんまりこうお話しすることはなかったんですけど、なんとその後に、事務所の後輩である桜学院っていう小学生と中学生の女の子たちのアイドルグループに入りまして、で小5の時に入ったのかな。で今すくすく育って小学校6年生になりました。今回そんな咲也ちゃんと一緒にやるゲームはワンツースイッチです。これ私ダウンロードだけして誰とやることもなくそのままになってるんですけど、ワンツースイッチは2人のプレイヤーがコントローラーを使用して相手の目を見て遊ぶ新感覚パーティーゲームだそうです。初めてやります。では早速やってみましょう。咲也ちゃんどうぞ。わーよろしくお願いします。じゃあカメラに自己紹介してもらおうかな。はい、小学6年生の木村咲也です。好きな食べ物はいちごです。イエーイもうすっかりアイドルになって私は嬉しいよ。この間ね、配信ライブ、はい、あとも8月に、あ、はい、見ました。ありがとうございます。ありがとうございます。とっても可愛くて、ダンスも上手になってて表情も良くて素晴らしかったです。ありがとうございます。会えて嬉しいです。咲也ちゃんは、ゲームはいつもやりますか？でも、スマホゲームはいつもやります。あ、そうなの？そう。どんなのやるの、スマホゲーム？なんか、にゃんこスターとか、はあ、あと、つむつむとかをやります。つむつむやるんだ。やります。なるほどね。頭を使ってやるゲームは割と得意だ。はい。なるほどなるほど。じゃあ、ワンツースイッチは今日やる？やったことがなくて、今日で初めてなんです。本当？そうなんです。じゃあ、私も初めてだから一緒だね。ね、ね、ね、楽しみだね。はい。咲也ちゃんは、Perfumeで好きな曲はありますか？私はプリリズムと、あとフラッシュ。フラッシュ上手。あれ踊ったことある？ないです。ないの？すごい上手だね、フラッシュ。本当ありがとうございます。その2つ？はい、2つです。レッドミーノーはどうかな？レッドミーノー本当に大好きすぎて、本当大好きです。この子は何か覚えたな、どこかで。ありがとう。じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。それじゃあ行くよ。ワン、ツー、スイッチ。じゃあ最初は金庫破り。オッケー。縦に持って構えてください。左手だ。はい、はい、90度に回し違う振動を感じたらしばらく止めてください。 OK。 なるほど。始まった。振動出た。お互いに向き合って構えて、ジョイコンを握りながらボタンを押して。なるほど。ちちしおり。よーい、スタート。ずっと逆って言われてる。手元をしっかりと見ながら絞って。ん？手元を見るの？同時にボタンを押してるよ。上から順にボタンを押すのを意識してみて。
絞るときに上下に動かすのも忘れずにね。はい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 。はい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 。なるほど。そこまで。あ、なるほど。左プレイヤーの勝ち。手伝ってくれてありがとう。あ、牛乳瓶2本。へよっしゃー、リードしてますおつさん。あ、これは説明がある。はい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 、なるほど、フルタ泡が立っちゃうのね。へー、自分が振った時にシュンってなっちゃった人が負けだ。あ、だいぶでもこれ、うわ、めっちゃビリビリくる。はい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 、度胸試しだ。スタート。いいよ。あ、それだけでいいの？うん、まだ全然シュワシュワいってない。はい、いいね。あ、かわいいかわいい。いいよいいよ、もっと振って。いいよいいよいいよ、結構いけるな。あ、かわいいかわいい、いいよ、はい、すげえ度胸あるじゃん。怖え、怖え。あ、速っ。速いじゃん。まだいけんじゃない？まだいけんの？あ、ちょっと、あ、いけた！いけた！まだいけると。女性の声で指示を出したときは、うん、指示通りに旗を上げましょう。はい、うん、指示を出したときは、指示とは逆の向きに旗を上げましょう。何か来た。左。あ、こっちか。来た。それじゃあ行くよ。向き合ってジョイコンを水平に構えて。それじゃあ行くよ。あ、そっか、見なきゃいけないんだ。白羽取り。ジョイコンを握り、手を打ち合わせて刀を受け止めます。はあ、なるほど。こうか。あ、OK。あ、なるほど、はいはい。あ、もう来る？先行。左プレイヤー。はい。それぞれ構えて。始め。お見事。攻守交代、それぞれ構えて。はじめ。お見事。あれ、うまいんじゃない？攻守交代、それぞれ構えて。
はじめ。お見事。攻守交代、それぞれ構えて。しっかり止まって。はいはい。はじめ。はじめ。笑っちゃう。あ、え、あ、来るよ、来るよ。お見事。うますぎ。攻守交代。うますぎ。構えなきゃ。怒られる。怒られる。オッケー。しっかり止まって。はい。はじめ。いや。お見事。おお。うま。攻守交代。それぞれ構え。これ一生だな。はじめ。おお。今。勝負あり。ドリブル遊びやってたじゃん。立派な試合であった。しっかり止まって。よっしゃ、ピンポン。これ苦手かもな。腕を振っても大丈夫か、周りに十分注意してください。お互い向かい合って、試合開始。サーブ、左プレイヤー。ほい。右プレイヤー。サーブ。サーブ、右プレイヤー。はい。早すぎ。ポイント、左プレイヤー。画面を見ずに向かい合って、卓球台と球をイメージしましょう。分かった。サーブ、左プレイヤー。でも見ちゃうよ。ね。ポイント、左プレイヤー。2点。サーブ、右プレイヤー。あ、いいね。サーブ来るから。ピン。あ、おめでとう。ポイント、左プレイヤー。サーブ、左プレイヤー。本当だ、画面出てないじゃん。イン。今ポイント、サーブ打った。右プレイヤー。何、すごい落としたよ。右プレイヤー。あっと。イン。ポイント、右プレイヤー。サーブだ。サーブ、いい勝負になってきた。ピン。ない。左プレイヤー、マッチポイント。マッチポイント OK。 相手と十分に距離を空け、リズミカルに振りましょう。分かった。サーブ、右プレイヤー。ピン。右プレイヤー、マッチポイント。サーブ、左プレイヤー。ちょっと余裕ぶっこいてたら負けちゃう。ゴー。サーブ打てないんだ。卓球得意？普通に。得意じゃないです。あ、そうなの？そうなんです。私ね、卓球部だったの、小学校の時。ポイント、右プレイヤー。ゲームセット。勝者、右プレイヤー。イエーイ。悔しい。卓球部負けた。3, 2, 1, go! Go!
かな。モデルウォーク。面白い。さあ、腰を振って華麗に歩いてね。最後は2人で集まって3回ポーズよ。2人とも離れて。離れる。どこまで離れていいですか？手を当てたらボタンを押して。どこまで？どこまで離れていい？あ、大丈夫。OK。じゃあ、パフィーム代表として。行くわよ。桜学院代表として。アイちゃん見て。入れ替わるか。そうですね。二人で一緒にポーン、ポーン、レッツポーン。イエーイ、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 するわよ。何かを、何か、これな、え、何？まっすぐ歩けてるか。なんだこれ。めっちゃ元気。あ、濡れてるかってことかな。めちゃくちゃ。なったなありがとうございました。